はい、皆さんこんにちは、ベイングローリーをやっていきます。いきなりドン、パブリック試合、よっしゃ、来た、行きましょう。準備はバッチリですよ。おお、早いね。誰使おうかな。キャサリンがいいな。ドン。はい、皆さんですね、ベイングローリーやってますか？もう先日リリースされて1週間ちょっとかな経ったんですけれども、無料なのでね、まだの方はぜひダウンロードして遊んでみてください。ただですね、このゲーム非常に難しいっていうか、とっつきにくいゲームなので、あんまこういうジャンル遊んだことがない方はちょっと難しいかもしれないんですけども、僕も全然そういうタイプなので、よっしゃ、行くぜ。ぜひね、皆さん始めてみてください。ゲーム内でチュートリアルとかもしっかりありますし、完全日本語化されていますので、なんか言ってることがわからないとかはないと思います。ただルールとかをちょっと把握できないかもしれない。僕もまだ全然把握できてません。行きましょうか。まずショップでこういうのを買って、スキルを割り振っていこう。はい、3対3でね、戦うゲームですね。でジャンルとしては、ね、モバって呼ばれているそうですね。戦闘開始、MOBA って書いてモバって読むらしいですね。なんか似たようなゲームですごい有名なやつがあって、リーグオブレジェンズってやつですか、すごい有名なので、僕も名前は聞いたことあるんですけども、どんなゲームか全然知らなくてですね。はい、なんかそれもっていうか、それがすごい有名らしいです。なんかもう一つか二つぐらいあるらしいんですけども、なんかよくわかんないので、リーグオブレジェンズ LOL みたいです。で今はですね、その自分の操作しているキャラクターのレベルを上げるためにですね、ちょっとジャングルっていうところにいる、まあ、敵じゃない、なんかモンスターを倒してますね。ジャングルキャンプっていうんですよ。なんかまだ用語とかをしっかり覚えられてないんですよね。でこいつらをね、倒していくことによって自分の操作しているキャラクターのレベルを上げていくことができます。まあこっちにもね、あのいろいろ今こっちで戦っている人たちいるんですけども、こっちのモンスターとかを倒してもレベル上がりますね。ただね、僕が使ってるキャラクターはね、そういうキャラクターじゃないので、序盤はそのジャングルの方で倒さないとダメ。こっちもいないのかならしいです。で僕もね、そのリリース当初から毎日1回ぐらいは遊んでいるんですけどもね、何せ難しいゲームなので全然把握できてなくてですね、今日とかもファイターさんに教えてもらいながら遊んだりしましたね。なんかね、最近アップバンクの人すごいハマって、味方ヒーロー倒されちゃったの。どこ、マジか、きついなそれは。でこれも習得して、ですね。最近ね、アップバンクの人が異様にね、これにハマってる人が多くてですね、あそこかしこでやってるんですよ。お昼休みの時間とかもね、まあ、お昼休みの時間がかっちり決まっている会社ではないんですけど、なんかね、ご飯食べながら、ナイス、誰、すごい、あ、やべ敵来てた、うまくない、あの人。見てなかった僕が悪いのか。ただね、その敵はいつでも見えるってわけではないんですよね。基本的には見えないんですよね。味方ヒーローが、あ、やばい、倒されちゃった。あのコシュカ使ってるやつ超強いな。なんかコシュカっていうなんか猫耳娘みたいなやつがいるんですけど、それ使ってる人が超うまいかもしれない。あの人帰るのね。よし、じゃあ僕はちょっとこっちで、ジャングルにいるやつを倒してレベルを上げようか。まだ2ですからね。やっべお前なんでこんなとこまで来んだよ。待て、ここまで逃げれば大丈夫。よし、そのね、この上の道にはですね、タレットっていうやつが置かれていて、このタレットはね、敵を攻撃してくれるんですよね。なんで、待て、スタン、よし、倒してくれ味方、頼む味方。あ、やっべ、あっぶね今爆弾設置されてた。今僕死ぬとこでしたね。あの猫耳娘が攻め込んできたんで、ね、スタンさせて味方に倒してもらおうと思ったら倒せなくて、まだ突っ込んできたんでね、僕も行こうと思ったらそこにね、爆弾仕掛けてやがりましたよ。あいつ超うまいんだな多分。これ買っとこう。でこの今ですね、このショップでこういろんなね、買えるんですよ。武器とかアビリティとか防御とか。でこれをね、そうどうやって買っていくかっていうのが、またそれによってそのキャラクターの強さとか変わってくるらしいんですよね。いろんな、ね、選択肢があって、鉱山採掘開始されましたね。これはですね、なんかまあこの説明するの非常に難しいんですけれども、ここに出てくる、ね、モンスターを倒すと自分のチームにとっていいことがあるんですね。
はい、なんでとりあえず倒しておきましょう。たださっきみたいにコシュカが出てきたりするんじゃないの、どっかから。それに注意しとかないとやばいっすね。出てきたら、ほら来た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 、ほら来た来た来た、ほら来た来た来た、こういうのやばいやばいやばい、逃げる逃げる、やっぶねえあいつ、すげえな。ちょっと体力ないから戻るか。すごい、あんなに攻撃型なコシュカに初めて会った。ただコシュカはそういう、あーこれ買っちゃった、もったいない、そういう戦い方なはずなので、あの人がやっぱ上手いんでしょうね。もうちょっとレベル上げたいんだけどな僕。そうしないとちょっと味方と一緒に戦って貢献できない気がするんだけど、一応行ってみますか。味方のリンゴが結構コシュカとやり合ってたっぽいので、いないかも、いないか。じゃあ僕帰ります。いるじゃんここに、スタン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 。そいつ倒そうぜ、そいつ倒そう、そいつ倒そう、そいつ倒したい。無理か、あー無理だなこれは、ちょっとあーこれは無理だ、無理無理無理、敵来てるから、敵来てるから逃げたい、逃げる逃げる、やばいやばいやばい、あんな追わなきゃよかった。あ、タカ頼む、タカ頼む、タカ頼む、よーし、デッサーで、僕は逃げる。どうよどうよ、あ、やばい死んじゃう、あーこれやばいな。あ、もうタカは敵を追ってなかったのね。タカってこのキャラクター、え、逃げた方がいいんじゃない、それは、それは逃げた方がいいんじゃない、頼む逃げてくれ、ごめん僕のせいで、あー味方ヒーロー、あ、やばい倒されちゃった、くそやっべ、ごめん僕のせいだ、マジすいません。どれ買おうかな、これ買えるようになった、これだと、これ今のはちょっとやばかったな。あ、やばい、これ今敵がね僕の位置を把握してますね、フレアなんとかみたいな。で、ちょっと待って、どうする、これ今どうする、やっぱレベル上げとく、そこ行く、わかった、来てるやべ、腰か腰か、今スタン使えない、スタンさせたい、スタンさせたい、スタンさせたい、ドン、よし倒せ、味方頼む、倒してくれ、頼む味方倒して、やった味方ありがとう、超味方ありがとう、それでこいつを倒すんだね、オッケー、いくよ。じゃあ僕はこっち側から戦おうかな、よし、で敵が出てきたらスタンさせて動きを止める。なんかね僕のキャラクターはなんか支援型サポート役のキャラクターで、その、あ、オッケー、僕もそういうの送っとく。なんか敵をねスタンさせられるんですよね、動きを止められるんですよ、でその隙に味方に倒してもらうみたいな使い方がメインらしいです。いやー今のはね気持ちよかったね、このね、まあ、全然どこの誰とも知らないインターネット上の誰かなんですけども、その人とねなんか協力してさっきみたいに敵を倒せるとね超楽しい。あ、やばい、ごめん今僕行くべきだったかも、ごめん、多分ここで戦闘が起きてたんだよね、どっか、来たから逃げる、お前やめろ、あーやばい、2人で逃げる逃げる逃げる、無理無理無理、だ、そして敵にこの金鉱山取られた、取られるな、多分味方行ってるけどあんま行かない方がいいんじゃない、あ、ラストヒットだけ、あ、違うか、敵ヒーローを倒した、すげえ、あ、僕も復活し、味方が最終撃中です、とりあえずどれ取っとこうかな、足早くしとくか、ちょっとよし、で行こう、敵チームが金鉱山でゴールドを獲得しました、あ、やばいな、そうですね、さっきからそのゴールドを獲得っていうのがですね、敵を倒したりすると、まあその自分のキャラクターがレベルアップする、お金と経験値が手に入るんですね、そのお金によって、やべ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 、そのお金によってスキルを、スキルアビリティスキルかな、わかんない、それを変えるので、お金をどれだけ稼ぐかっていうのはかなり大切なんですよね。やべ、こいつをスタンさせた方がいいかな、でもそこまでいけないな、スタンさせて、どうよ2人利用でも、そうなの、それはこっちの方が負けるよ、多分向こうの方が強いって。あ、でもここでスタンさせといといて味方に倒してもらうのはどうですか、今こっちの方が有利なんじゃない、どっちかっていうと、そんなことはないの、え、これスタンさせる、ほらで、頼む頼む頼む、よしやっと超グッド、ありがとうみんな、こうやってねチャットはできないんですけど、なんかなんていうんですか、絵文字みたいなやつ送れるんですよね、あとここに行くよとか、なんか画面上のマップ上のどっかに指示を出せたりします。あ、
待って待って、味方いねえ。あ、なんか買ってるのかな。ここにもね、買うところがあるんですよ。で、こいつを倒さない。あ、罠を設置。あ、来た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 、こいつをスタンさせて。ほら、頼むよ頼むよ頼む。あー、倒されちゃった。でも味方が仇を取ってくれない、仇を取ってくれないか、僕の。あ、これ多分倒したな、あいつ。これどこまでも追ってくんですよね。あ、倒しきれない、マジか。あ、倒した、ナイス。僕はあと3秒後にリスポーンできる。あー、やばい、これやばいよ。あの攻撃ね、絶対当たっちゃうんですよね、敵にやられると。だからやる前にスタンさせるとかね、そういうことが必要なんですよ、ね、あー、倒されちゃった。あ、何も買ってない、まあいいや、行こう。もうちょっと貯めるか、お金を。どう、助けられる僕。結構敵来てんの、やれ。ちょっとこいつらを成敗、成敗じゃない、討伐しておかないとあれですね。よし、で、こいつをスタンさせるか、よし。で、ご出荷か、ご出荷が、やばい、やばい、逃げる逃げる逃げる、やばい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 、これは無理無理無理、一人だと無理。あ、味方が来た。で、これね、タレットがね、敵を攻撃してくれるんですよね、なんか砲台みたいなやつが。だからこいつがアクティブなうちはこいつの近くで戦え。あ、なになに、そこ今言ってたよ僕。隠れろってこと、違うか、こっち行けってことか。よし、行こう、こいつを倒すのかな。オッケー、そしたら僕は割とこっち目で倒していく、ね、これを倒すとね、お金がいっぱい手に入るんですよね。でも敵がね、来るかもしれないんですよ。でこのゲーム面白くてですね、こういうなんか金鉱山のモンスターとかは最後の一撃、とどめを刺したチームに行くんですよ。だから、あ、OK、ナイスナイス、ありがとう。で、こういうのも送っとこう。で、いろいろ買うか、みんな買ってるけど大丈夫、そんな固まって。これか、アフターショックやっと買えた。で、敵が来るから、ちょっと待って、こういうの倒しとくか。アフターショックをやっと買えたぞ、これでだいぶ進むぞ、行こうぜ。で、どこ行くの、リンゴさんは。ちょっとサポートするけど。味方のタレットが破壊されました。こういうの、こういうの倒すか。あ、違う。あ、味方がいっぱい。そっち。ごめんごめんごめん。どこも今から行く。ちょっと待って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 。ダッシュするか。使ってあげよう。そいつを絶対に倒そう。あ、こっちにもキャサリンだな。でもこいつを多分倒せるな、あとちょっとで。あ、でも味方が。あ、タカ頼む、タカ頼む。タカ頼む。タカマジ頼む。無理かそれは、ちょっと。あー、これ無理だな、これ無理だ、あー無理だ、戻ろう、ごめんな、ちょっと無理だったな。これ行き過ぎるとね、あのタレットに攻撃されるんですよ。だからね、これ以上はあんま前に進めないんですよね。それで合ってるよね多分。今日ねファイターさんにいろいろ教えてもらったんですけど、高橋さんはね、攻める時と引く時の違いが、あ、どこで攻めてどこで引くのか分かってないですねって言われてしまって、あ、ごめんなさいって思って。たださ、そのあんま経験ないから許してくれよと思って、なんかね、攻めなきゃいけない時で僕は引いちゃうらしいですね、どうも。あ、ただでもこれタレット一つ壊せればバンバン剤じゃねえの。よし、壊した、ナイス、一つ進んだぞ。で、このタレットをね、あー、腰かきてる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 、あー、やばい、猫猫フレージ食らった。ただスタンさせるよ。逃げる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 、無理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 、コシュカ無理。で、スタンさせるか、むしろ。あ、よし、逃げられた。今多分攻めちゃダメだったと思うんですよ、多分スタンさせることはできたんですけど、多分僕が誰かをスタンさせたら僕がやられてたと思うので、僕も戻る。ただ敵来てんね、いっぱい。で、なんか買えるやつ買っとくか、トラベルブーツ買っとこう、足が速くなります。で、これも使えるようにして体力を満タンまで回復させていこう。よし、待って待って、今すぐ行くから待ってろ。むしろこれ使ってやるわ。ドーン、ドン、よし、頼む、よし、ナイス。超素晴らしい、ありがとう味方。味方のこのタカっていうキャラクターがすごいいい働きをしてくれましたね。超ありがとう、マジありがとう。で、こいつらを殲滅して進めていきましょうか、行こう。よっしゃ、いいぞ。あ、ま、待った待った、そっちいる。そうそうそう、そっちそっち。味方も気づきましたね。あ、やばい、倒されちゃった。
待って、そいつじゃない、こいつらを倒す。こっちを倒したらいいかな。あー、逃げられちゃった。待て、よし、それで頼む。倒せ、僕も行くぞ。ドン、よっしゃ倒した。で、こいつは倒せるのか。行くか、行ってるっぽいから行くか。他のやつ来ちゃったよ。待て、他のやつ来ちゃったって。ドン、よし、頼むぞ、味方。僕にはね、そいつにとどめをさせる能力はない。ありがとう、やったー。味方が快進撃中です。超グッド、もうグッドいっぱい食っちゃう。で、今何すんの。帰んないか。大量のゴールドボーナスを獲得しました。お金手に入れたの。やばい、クラーケン出てきた。このクラーケンを買っていきたい。このクラーケンっていうやつをですね、倒すとなんか自分のチームの味方にできてですね、それがかなりその戦況に影響するんですよね。だからこいつを絶対にここで倒して味方にしといた方がいい。スキルを、あ、やばい、今しくった。今使うスキルをしくった。アビリティスキルどっちっすか。で、僕あんまここにいると死んじゃうから一回引いて、あ、なんで倒されてんの。あ、やばい、回復しちゃってるな、こいつ。やばい、待て、これやばいな、取られたな多分。あ、これダメだ、これ多分敵に取られるわ。あ、でもクラーケンが戻って体力が回復してる、だからゼロスタートに戻った。で、あと15秒あるから僕たちも多分帰れば大丈夫。あ、味方ちょうだいぞ。あ、でもやばいよ、今いた、死んだ、やっぱり死ぬよね。2対1は無理なんだ。敵が快進撃。で、あと5秒でリスポンできるから僕そこに行けば多分クラーケンは取られないはず。で、今こっちで戦ってんのか誰か。待って、ショップでこれ買っとくか。行こう。で、足早くして、あのコシュカをまず倒すか。ここにいるコシュカを。味方のタレットが破壊されました。あ、やばい、タレット壊されちゃった、やばい。ヒーローを倒しました。クラーケンどう、今クラーケン状況どうですか。やめろお前は、帰れ。ドン、よし。で、とりあえずクラーケンは置いとこう。で、こいつらにとどめを刺したい。あ、間違えた。やる敵を間違えた。ただあとちょっとだぞ、頼む味方、ラッシュでちょっと倒して。無理か、もういけないか。帰ろう。ちょっと無理だなそれはな。くそ、今惜しかったな。あそこで敵を倒せればクラーケンを仲間にできんのを。来てるよキャサリン、来てるよ。やっべ。ただクラーケンの方行く？クラーケンの、あの人戻んのか。こいつはちょっと。あ、やべ、今ないのか。リンゴ頼む、撃ってくれ。射程範囲じゃないかそれは。で、僕今、よし、ありがとうリンゴ、素晴らしい、さすが。ありがとう、ごめんね、ちょっとあんま助太刀できなかった。ただここでこのクラーケンを倒せればだいぶでかい。で、僕がそろそろ死にそうだからちょっと撤退しまーす。うわー、やばい、マジかー。やべえな、今僕の体力少なくなった時に敵がいてやられちゃいましたね。潜んでたんですね。これなんかこの草が生えてると、さっき説明しましたっけ、草がね生えてるとこでじっとしてると隠れられるんですよね。あ、それ倒してほしいな、それ倒してほしい。あ、でもあんま深追いしない方がいいよね。で、僕はその間にちょっとショップでいろいろ買っておこう。今どういう状況だっけ。ドラゴンハートで体力を多くして、これも買っとくか。で、これも買っとこう、よし。で、リスポーンをしたいな、早く。今味方が超頑張ってんだって、ね、あ、でも敵も来てる、やばい。味方超頑張ってる、行くぞ、ダッシュしちゃう、行くぞ。で、このダッシュも使っちゃう、あんま使いたくないけど。味方ヒーローが、あ、やべ、味方ヒーロー倒されちゃった、これちょっとやばいな。コシカどこにいるの。え、マジで、うっそ、一人じゃ勝てないよ僕。やばいじゃん、超やべえじゃん。潜んどく、ここに。一人じゃ勝てないからまだ手出さない方がいいよね。味方が来るのを待ってた方がいいと思うんですけど。何がグッドなんだ、待ってんのがグッドなのか分かんないけど。コシュカがね、ここにいるんですよね。
で今僕は、ま、あやばい、これ敵に位置がバレた。あのフレアなんとかを使ってね、僕の位置がバレましたね。で敵はどこにいるの？どっか行っちゃったよね。どっかに潜んでる。あやばい、あっちにいる、ここにいる。これちょっと今失敗したな。ただこの隙に倒せるなら倒したい。よしドン。で僕こっちに移動して、あやばい、敵がいっぱい来てるけど、そこでこれをやっといて、ドンはダメ、サイレンスダメ、効かなかった、無理か。ちょっとあナイス、超ナイス、ありがとう。でこっちにキャサリンいるけど、そいつはどうします、やめとく。クラーケン取る、よし取ろう。で敵が来たら僕はスタンプしますね。それでいいんだよね。あ、あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと、あやっべ、この野郎サイレンスしやがった。ドン、今やめろよ。でクラーケンあとちょっと、よっしゃ、あれ敵チーム、味方、味方だよね。よしよしよしよっしゃ、行こうクラーケン行こう、素晴らしい、ナイス。僕も超グッド送っちゃう。で味方のタレットあんま送るとうざいね。でクラーケンが、えこれ敵クラー、違うよね、びっくりした、敵かと思った。ただ味方がみんな戻っちゃったな、大丈夫か。クラーケン様せっかく降臨なされてるけど、ちょっと行って逃げる、あやばいやばい、ロックオンされた、やばい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 、で逃げて逃げて、せっかくクラーケンがいるのにもったいなくないか、そんでもないのかな、それとも僕は他のことした方がいいのか、他のことするか、ミニオン鉱山でも取ってくるか、誰かいるのかな、味方のミニオンの強さがアップしました。これやればレーンがかなり、さっきの道ですね、こっちジャングルって言うんですけど、あタレット壊した、ナイスナイスナイス、あれだね、クラーケンが倒したんだな。でここのミニオン鉱山も取って、オッケーグッド、あー来てる来てる来てる、倒すか、行くか、よっしゃ行こう、行くぞ、いつでもスタンさせますよ。ほら頼む。でもこっちにも敵がいる、ちょっと待って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 待て待て待て、ありがとう、超ありがとう。でこっちにキャサリンいるんだよ、多分味方が無敵の練習中です。それはほっとく、ここにいるここにいるここにいる、こいつをスタン、あできたできなかった、どっち、ただタレットに見つかっちゃって死にそう、みんなそんな行くと死ぬよ、大丈夫、倒した、倒して帰るの、素晴らしいね、味方が破竹の勢いで、やべえ味方強えな、味方強い、倒されちゃった、でも大丈夫だよ、行くか、行こうか、大丈夫だ安心しろ。あんま行けないけど行くか、行こうか、あのリンゴ怖えな、あいつ怖えな、ちょっとあんま行きすぎるとやばいな、あてかあれ攻撃するとタレットが来るんだよね、だからタレットを壊して、よっしゃ壊した。で味方どこ、あそこにリンゴいる、ただ体力ないから帰る、あなた帰ります、一回どうします、帰らないのか、何すんの、帰るの、あ買い物しに行くのかな、多分買い物しに行くんでしょうね、多分ね、僕もついてます、腰が切れんね、ちょっと守ってあげ、やばい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 、あ無理無理、帰る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 、無理無理、あなたのミニオンの強さがダウンしました。で僕ちょっと悠長に買い物しちゃおうかな、あ待って逃げんの、やっべこれ僕も逃げないとやばい、超逃げます超逃げます超逃げます、超逃げる、よしよしよし、あぶねー。で敵のキャサリンがこっちにいるのかな、あどっち行く、そっち行く、こっち行こうぜ、あこっち行かないの、あそっちにいるのか、行く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 、待って今また18金みたいになっちゃったけど、これを3で味方は、あやばい、今そこに隠れただろう、一体出てきなさい、ドン、よっしゃ超ナイス味方、ありがとう超グッド。で帰ります僕も、帰んなくてよかったかな、でも帰るか一回ね、味方もそんないないし、これを買って、よし結構強くなったぞ、行こうぜベイビー、あ行こうぜベイビーって言うと引かれる、コメントで引かれてた、これちょっと今回っていうかこのチームは結構強いんじゃないか、
味方がね、なかなか皆さんお分かりですね。クラーケン出たよ、クラーケン。クラーケンとこ行こうぜ、みんな。クラーケン来たよ、クラーケン行こう。でもちょっとこいつらを駆逐してから行くか。よし、行こう。クラーケン行こうぜ。あ、なんか下にリンゴ来てんなって言うけど、こいつ、こいつ、敵チームにミニオン鉱山が。よし、ナイス。キャサリン倒して、でもう一体どこにいるの、リンゴは。リンゴどこにいる、いないじゃん。どっか行っちゃったか、ほっとくか。クラーケン行くか、味方チームがミニオン鉱山を。クラーケン行くか、クラーケン行こう。味方のミニオンの強さがアップしました。クラーケン行きます。もうちょっと大丈夫かな、あと一撃ぐらい大丈夫かな。でもうちょっと逃げます、死にそうなんで逃げます、逃げます、逃げます。味方チームよし、ナイス。放ちました。僕もグッド送っちゃう。よし、でこいつをできれば倒したいな。スタンさせる、ドン。よし、あれスタンできなかった、おら。 あとちょっと一撃、あと一撃、ドンドン。あー、オッケー、ナイス、超ナイス。あぶねえ、で味方が無敵、あ、敵が降伏した、勝った、しゃ、勝ちましたね。そろそろ終わるかな。超みんなありがとう、いろいろ送っちゃう。よし、というわけで、この試合では勝つことができました。はい、でですね、ここで出てくるのは勝敗と、あとそれぞれですね、どういう働きをしたかっていうのをチェックできて、なんか名前の下にですね、愛高橋くんって書いてある名前の下に1613っていう数字が書いてあると思うんですけれども、あれがですね、左からキル数、デス数、アシスト数ですね。で、僕が今回使ったキャサリンっていうキャラクターはですね、どっちかっていうとサポートとかアシストなので、あんまり死なないで、その敵、味方が誰か敵をキルするのをアシストするっていうのがいい、なんかいい方法だと思う、いい方法、あるべき姿だと思うので、多分今回ね、僕はそれなりに仕事をできたんじゃないかなと思います。まあ、ただここぞっていう時でね、相手をスタンさせられなかったとかあるので、ちょっと微妙なところはあるんですけどね。まあ、ただですね、このゲームは僕一人でやってるんですけども、今本当はね、本当はっていうかね、なんか友達と遊んだ方が楽しいんですけども、一人でやってもね、こんな面白いので、あまり周りにね、やってる人がいないよっていう人でも、こうやってオンライン対戦で楽しめます。はい、で勝つとですね、まあ、勝っても負けてもいろいろもらえるんですよね。お金がもらえます。はい、で、お金、まあ、経験値とかも、はい、経験値っていうかカルマレベルっていうのが上がっていくんですけど、多分あれレベルなんでしょうね。まあ、あれが上がったか、あれが上がると、あれか、そのお金、手に入るお金がちょっと上がるのかな、何パーセントずつとか。はい、でこのお金を使ってですね、このゲームでは新しいキャラクターを買えるようになります。まあ、初期に1体だけ買えるので、まあ、これ使いたいなってやつ選んでもらって、あとですね、その習慣でなんか無料で使えるキャラがね、5種類ぐらい設定されるんですよ。今このアーダンってやつと、キャサリンと、グレイブと、リンゴとタカかな。まあ、こいつらを使えるので、まああんまね、そのお金稼がなくても、まあ、毎週週替わりでね使えるんですけども、まあ、その週によってこのキャラクター使えなかったりっていうのがあるので、そういう時でも自分の好きなキャラ使いたいっていう時はお金貯めて買った方がいいですね。で、あとそのリアルマネー課金でキャラクターをアンロックすることもできます。ただこのゲームですね、まあ、もしかしたら始まる時にも言ったかもしれないんですけども、課金した人が強いってわけじゃないんですよ。っていうかね、課金してもキャラをアンロックできるだけで、その結局ね、キャラを使い込んで、そのキャラだったらどう動くかとか、そのゲームの知識がないと勝てないんですよね、このゲーム。だからその、ね、課金した人が強いっていうゲームじゃないんですよ。なんでそこはすごいいいなと思います。で、このゲーム無料なのでですね、ぜひ今の僕のプレイを見てですね、面白かったなとか興味湧いた人はぜひですね、ダウンロードして遊んでみてください。本当に面白いです、面白いです、ちょっと噛んじゃいましたけども。はい、で1試合がですね、20分から30分かかるんですよね。だから動画出すと多分毎回30分ぐらいになっちゃうと思うんですけれども、結構ねこれ人がやってんの見てても面白いと思いますので、定期的に上げていきたいなと思います。皆さんですね、なんかモバっていうゲームジャンル得意な方はぜひですね、コメント欄とかでなんか定石とかですね、いろいろ教えてほしいなと思います。始めたての人とかもですね、僕と一緒に遊んで、なんかそのコメント欄に書かれてるのを読んで上手くなれたなたらなとか思いますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで、ベイングローリーでございました。ありがとうございました。さよなら。もっと強くなりたいですね。
最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますのでぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。